本社が入居する一甲府伏見ビル、無党商製薬株式会社とは、愛知県名古屋市中区に本社を構え、入浴用一般医薬品を製造していた会社。初代、無党省八郎が1906年に創業した。資本金2500万円。2007年度は、平均月賞1500万円。年間売上は1億7600万円だった。現在は不動産管理を手掛ける。 2007年頃から618部を自殺のための硫化水素ガス生成性に使うという用途外乱用が急増したため、各薬局では任意で購入の際に用途確認を行うなどした。しかし、その後も乱用は後を絶たず、乱用者本人のみならず、家族や救助者が巻き添えに遭い、重傷を負ったり、重篤な場合、死亡するなど社会問題となったため、2008年5月、 日本チェーンドラッグストア協会は加盟店に販売自粛を要請した。同協会は7月末に自粛を解除したが、販売不振は続き、売り上げが通常の4割以下にまで落ち込んだ。その後も販売量回復のめどが立たないため、そのまま工場を創業停止することになった。2008年10月に新川工場の創業停止。 16名いた従業員もほとんどが退職。会社自体は返品対応と在庫整理、顧客のサポート、不動産管理を行っている。無党ップは愛用者が多く、同社によると入手できずに困っている顧客からの電話が、夏以降計700件前後殺到していたという。ありがとうございます。